リア。風速許容範囲。警戒態勢に行こう。日向ぼっこの時間ですよ。どこを見ている？飽きたわ。さようなら剣士。出番。逃げられると思う？確実に。僕の真理だ。最高値。効率よく行こう。記録を開始。悲鳴は予測不。移転衣装所は各地の残像の観測をもとに悲鳴について推測を行う場所です。そこでは残像に関するデータの保存、収集および転送を行っています。ですので汚染がひどくなってまた残像が出てきた。気をつけてくれ。さあ、行くの。確実に。よ。ご苦労だった。君が汚染データの除去をしている間に、スプラウツの力、テティスシステムに再接続できたよ。汚染されたデータと残像が実体化しているのなら、この原理が応用できるんじゃないかと思ってね。それで安定アンカーのそばにデータを入力してよじ登れる台を作ったんだ。さあ奴らをあるべきところへ送り返そう。他の2つの安定アンカーにも応援人員が向かっているところだ。さて乗るか乗るかだな。効率よく行こう。効率よく行こう。警戒態勢に行こう。
真実をお見せします。痛いよ、飛んでけ。ほどけますか。どこを見て。飽きたわ。さようなら。誰が近づいてる。目をそらしちゃダメ。確実に。条件は揃った。これが僕の真理だ。効率よく行こう。